C 大阪の元日本代表コンビ、MF 香川慎司、35と MF 清武宏、34が、13日の川崎戦、淀港からの3連戦中にも復帰することが9日、分かった。17日のルヴァン杯1次ラウンド2回戦、岩手戦、岩下、21日の名古屋戦、トヨタスへと、共に中3日で続くハード日程。小菊明雄監督、48、 は連戦は戦総力戦で乗り越えないといけないいいとけ彼らの力は必要になると復帰を示唆した腰膝の痛みを訴えて3試合出場がなかった香川とコンディション不良で今季出場なしの清武はともに1週間前から全体練習に合流この日もフルメニューをこなした香川は体は全然問題はないいつでも準備はできていると万全であることをアピール 清武も、チームが勝っているので、いい流れに乗っていきたい。自分にできることをやるだけ、と気合をにじませた。目下、クラブ史上最長の開幕7戦無敗、4勝3分け、で、首位、町田と勝ち点1差の3位。チーム一丸で勝利を積み重ねていく。